はい、3000m 第3組。はい、ここも上がると選手がまだ足に不安がありますけど、成功グランプリの練習のために1分を走っていくということで走ります。ライバルもいないと思うのでかなり厳しい展開だと思いますけど、まあ、1人で8分50ぐらいでいけたら上位行くかなと思います。はい、ママといいよ。はい、33。4人エントリーがありましたけど、どうやら3人なのです。永井選手は 3000m の国内最高記録を、昨年樹立しました。1991年以来の国内最高新記録をこの日体大で8分32秒で走っております。はい、マーマットナイスペースいいよ、ナイストレーニング。800の通過2分16秒。はい、マーガットナイスね。ペースキープ、ペースキープ、アップアップアップ。はい、2分47、48、49、50、2分50秒51。はい、カドが2分54、5、6、7、2分57秒5。はい、フェイス。23分2。また68、70か。ナイスペース、ナイスペース。70。1600を4分38秒。今日の目標は8分50ぐらいでしたので、十分な感じでいけると思います。
イスペースね。いいよ。はい、ラスト3タイム。はい、72。だってラストすら覚えてないし。はい、ナイスナイス、オッケー。はい、ターゲットタイムクリアね。はい、ラスト2タイム。ペースアップペースアップ。この差です。最初身長で動くの。続く3位の選手。4位が日本人になります。あ、4位ここにまた、ジェル選手ですね。4人がケニア人選手。ここに日本人がトップ3になります。つまられてきた。はい、マイライトラスト。はい、ラストスパットレーニングいくよ。はい、7分34 36。はい、ラスト64いこう。64。
おそらく今日のタイムは今季の国内最高記録だと思います。